でっかいイラブチャーがそこにいる。まあいいよ。どうしよっかな、もうウェーディングスタートしよっかな。でも初めてのポイントなんで、もう少し潮が引いてからにしましょうかな。ちょっと怖いや。まあ初めてではないんだけどもあまり慣れてないポイントなんでね、ちょっとエントリーを遅くします。なんでこの時速というかね、先端で遊んでからよいしょウェーディングを開始しましょう。はい、到着しました。ここで潮の様子を見ながらウェーディングしたいと思います。ウェーディングはこっち側のエリアでやる。さあやろう。よしとりあえずパイロットスプーン、カエルスプーンの 14g でお願いします。ドラグはフルロック。ちょっとタイム、またちょっとサポーターつけるのを忘れていた。今日はね持ってきた、ちゃんとこれをしないとまた肘が壊れてしまう。よいしょ、じゃあ改めてサポーターしてからのワンキャストお願いします。綺麗だね、ほんと。釣りはこういったところでやると面白いよな。釣れる釣れる感はないねあんまりこう釣れるって感じはしないんで。ゴンベちゃんとかいそうだけど、ちょっとねもう少し飛ばしたかったので新しく買ったカエルスプーンの 25g ツインフックにしてあります作ったうん、もういけるね。浅いところからちょこちょこ行くような感じで大丈夫でしょう。これは向こうから大きく回っていきましょう。今の時間が8時50分、まあだいたい9時ですね。9時エントリーします。行こう。さあで釣れっかなまあ安全に安全に行きます。ある程度の地形はねもう見たんだよね。行くかお願いします。この先端の方に近づくのは怖いんで、もう重たいスプーンでゴンと投げてズバッと投げて回収でいきましょう。まだね怖い。結構早く巻いててもそこついちゃうんで、軽く擦ってしまうんで、やっぱ14に落としましょう。うわ釣れるのかな、果たして魚はいるのだろうか。まだまだいけないな。今でも十分マージンは取ってるんだけど、行きたいよね。俺の身長がもう少し高ければ行ってるのかな。届いてる感じがしないもんな、魚がいるところに。ここの地形はずーっとこんな岩礁です。畳岩がずーっと続いてて、その畳岩のスリットがあるそのスリットもちょっとこうアマゾンみたいになって入り組んでる感じ。ちょっとねまだ潮が引いてないからお見せできないんだけど、後で見えると思います。だからねすごい足場はいい、歩きやすい。まあただ波の圧は強いけどね。そろそろ釣れる予感がする。釣れないね釣れないの、ここもしかして。そんなバカなそんなバカな。まだ畳岩のところを投げてるなぞってるだけだから魚がいないんでしょうな。カエルスプーンを信じろカエルさんを信じる。来た、あーバレた、来た。何この引き、すごいブルブル感。誰だ、やったー一匹目は、ゴンベちゃんじゃないこれ。メラちゃんでした小さい。ちょっと待っていつもの太陽が向きた方がいいかな。いつもと同じやんけでもやった、ベラちゃん釣れた、ありがとう。よっしゃカエルスプーンを信じてよかった。あ、鬼掛け、自作アシストフック、鬼掛けで釣れました。やったぞ。引いてきたね、だいぶ。少し前に進みます。多分そこのスリットだろうな、住んでたのは。向こうは荒れてるな。
わあでかい。ギリギリまで来てた、でかいのが。青かったな。何今の大きいベラかな。でかかったね。60くらいあったんじゃないの。ベラそれ。やはりでかいのはうろついておりますね。釣れたのはちょっと可愛いやつだけど、ありますわ。あ、触っただけで終わった。2回触ってくれたけどダメだったな。少しゆっくりやってあげよう。おい、今度かい。来た。ああ、浮いた。あ、小さい。一瞬肘から外れちゃった。さあ、犯人はで、サイズダウンしたベラちゃんだ。はい。ちょっと横っちょにかかっちゃってるけど、はい、ありがとう。くそー、ベラ王国だここは。しかしでかいベラもいるはず。ちょっと荒れてるから、ここは少しだけ後ろに下がろうか。当たりがあったのは最初のところというか、一部だけだったね。あー、また。なんか追っかけてきたな。30センチか。最後の空までは行かないっていうのが多いな。うわ、ちょっと巻きが早いね。サイズを落とせばもっと釣れるのかもね。小さいけど。うわ、来たこれもベラ臭いな。大きくないよ、もちろん。よし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 、ベラちゃん来たああ。おっと、危なく面接取っちゃう。ちょっとね、かかりがすごい悪いんで、こっち側にしとくか。はい、太陽ですね。ベラちゃんやったぜ。じゃあリーダー見るか。うん、リーダーは大丈夫。ベラしかいないの。俺ベラより旗がいいんだけど。ここは夢のベラ王国ですね。新しい魚が釣りたいな。大きいの、大きいより新しい魚、小さくてもいい。知らん魚が釣りたいな。ここなら、ここならチャンスがあると思って来たんだけどね。それをね、ちょっとルアーで、なんとかしたいんですよ。タマンが釣れたとかさ、大きいガーラ発音あれだけど、が釣れるっていうよりもね、知らん魚が釣りたいね。嬉しいんだけどね、釣れたら。大きいのも。でかっ。60くらいだったね、今のは。来た。あ、でかい。あー、重たい。重たいけど上げなくては。そんなでかくなかった。でもなんだ、よいしょ。クチナジさん、いいサイズの太ったクチナジ。あー、あと皮一枚。ちょっと待って、オッケー。写真撮りたいな。そんないいサイズじゃなかったかな。でもいいサイズだ。口なじ。この目が可愛いよね。やった。で、もう一回写して。はい、口なじ。やった。ありがとう。はい。よし。ライン大丈夫かな。全然大丈夫。鬼掛け。鬼掛けありがとう。カエルスプーンさんありがとう。ここで口なじか。来た。これはベラかな。これもよく引くな。重っ。2連投。
よいしょ、よいしょ。こんなベラになんでこんなに引くの。顎にかかってる。はい、ベラさんです。かわいい。目がこうすっとぼけてる感じがかわいいです。